太平洋に面した伊豆半島の東側、静岡県東伊豆町稲取、江戸時代から続く天草の生産地です。伊豆稲取の天草、品質は日本一と言われています。伊豆稲取向かい稲取漁協天草作業所では、4月から9月の半年間、天草を天日乾燥する作業が続いています。天草は日本全国に産地があります。伊豆稲取の天草は高い品質評価を受けています。品質管理には細心の注意を払っています。稲取の天草事業は江戸時代後期から始まりました。国立民族学博物館所蔵の稲取天草採取絵図、当時の天草がどのように採取され乾燥されたのか、出荷までの様子を伺うことができます。江戸時代後期、沼津藩の財政を潤した伊豆稲取の天草、江戸時代から続く稲取の天草採取は明治時代村営の事業として続き、当時模範村と言われた稲取村の財政を潤しました。昭和の時代、さらに品質改良が施され、稲取の町の市場基幹産業として町民こぞって天草採取に励みました。海女さんの元気な声が磯に響き渡っていました。地元の方が稲取の天草から作ったところてん、ところてんの色も飴色に仕上がっています。稲取の天草漁を取材しました。太平洋の荒波と綺麗な海水、良質な天草が育ちます。1年生だからね、天草はもう1年経つと思う、みんなもうお茶だからね、取れるものはもうどんどん取らせてもらえればね、バレ割りもいいし組合も良くなったからね、だから本当にもったいないですよ。みんなとうちのこの辺は本当に3メーターぐらいのもんですよ。普段実際何メーターぐらいのところを潜るんですか？だいたい15キロっつうから25メーターぐらいまで潜るけどね、25メーターから27、8メーターぐらいまで。この今取っています天草なんですが、いろんな海藻もあるようですけど、これはやはりその目で見て選んでるんですかね？あ、そうですね、周りにあるとあれは雑草ですね、木とかヤチヨンサとかね、今取ってるでしょ、ああいうその赤くなったちょっと黒みのかかったような色が、あれが天草ですね。この映像を撮る数日前に雑草狩りをした
という話を聞きましたけど。はいはい、やりました。あの天草じゃない草のことですか。そういうことです。あの木ですね。木とか八千代草とかね、結局その天草にその影響を与えるような草を、あの脱草をねやったんですよ。そういう面ではやはりあの畑であの普通の雑草を取ってですね、その作物が生育するように育てていくっていうか、育てる漁業って言った方がいいですかね、天草は。そうですね。あのやっぱりあの他の畑と同じでね、周りにその雑草が多いると作物がその成長しないとか、そういうこともやっぱり海の中で同じなんですね。だから周りにその大きなそのものがあの生えたり、それでこの何つうんですか、その色の変わったもんがね周りに来たりなんかすると、やっぱり天草っていうのは枯れやすいんだね。それで成長も遅れてくるし、それでまあ脱草狩りっていうのは必要になってくるわけなんだけどね。採取した天草が水揚げされています。水揚げされた天草はすぐに塩抜きされ、天日乾燥されます。皆さんが好んで食べる羊羹やところてんの原料として使われる天草。稲取の良質な天草、地元天草漁業に携わる方々の作業は今日も続いています。皆さんが好んで食べているところてんは、体に優しい優れた食材です。食物繊維の含有率が高く、お腹の中の環境を整えたり、脂肪の吸収を抑えたり、さらにカロリーもゼロに近いことから、ダイエットにも向いていると言われています。ところてんは、お食事の一番初めに食べていただくと、効果的だと言われています。徳造丸おすすめ商品のご案内です。徳造丸お土産ランキング金賞、金目鯛の漁師に郷土の味を温めるだけでお楽しみいただけます。金目鯛の姿に稲取ではお祝いの席に振る舞われます。金目鯛の味噌漬け西京漬け、秘伝の味噌に漬け込んだ徳造丸創業より受け継がれた伝統の味、味の干物、味と油のりにこだわり魚本来のうまみを生かした魚や厳選の干物、イカの塩辛、イカの山椒漬け、多くのマスコミ取材で取り上げられた板前おすすめの珍味です。ところてん、食物繊維たっぷり、伊豆稲取天草 100% こだわりのところてんです。徳造丸お食事どころのご案内です。稲取漁港網元料理本店、
稲取漁港海鮮丼専門天野どんや、稲取国道沿い勝子料亭魚庵、下田駅前網元料理下田店、伊東駅前回転寿司網元徳造丸、魚屋直営生きの良さが自慢です。徳造丸海産物直売店のご案内です。徳造丸海鮮屋、下田駅前店、下田国道店、稲取静間店、稲取魚庵店、稲取漁港店、八幡野店、伊豆高原店、伊東駅前1番館、伊東駅前2番館、熱海駅前店、箱根湯本駅前店、通販センター。酒飲みながら明日の漁で話が弾む、日焼けひげ面浜言葉、エビ網手入れ親子の肩に手伝う孫に笑いの渦の声が響くよ、稲取漁港。味いっぱい稲取港へ、白波消えて舵取る俺に鱗銀鱗せがれの笑顔。